くれていいぜ、エリザベスちゃん。頑張りましょう、マークちゃん。聖騎士様は果たしてご無事だろうか。妖精族の男と巨人族の少女の使いが暮らしている、そんな話が残っているんだ。今日は聖騎士たちが訓練してるのを見てきたんだが、すごいな。どうやらバーニャの村でまた何か問題が起きてるらしいな。守られるばかりじゃダメ、できる女は自立よって本に書いてあったの。悪行を働いた騎士が加えられている。脱獄騒ぎがあったらしい。なんて言葉が、何でしょう、気になります。買い物なんて